ミニドラマ OL キクちゃんと村山社長のロマンチックモーニング第90話。社長失礼します。ああ社長、またお代官様のコスプレをしたまま床にお布団敷いて寝てる。ああよく寝た。お、もう朝かな。お代官様、もうすぐ朝の10時でございますよ。会議が始まりますよ。おや、お聞く。いやいや、また寒さが戻ってきてしまって布団を出るのが大変じゃ。そこでわしは気がついた。会社で寝たら起きなくとも良いということに。先週は会社で寝たら誰かが起こしてくれるって言ってたのに、今日はもはや起きるつもりがないんですか。お聞く。お代官様、お聞く。お代官様、お聞く。お代官様。わしはこう見えてお布団王国の代官である。ぬくぬくのお布団の中でこそわしは輝くのじゃ。まさにシャイニング代官。アホなことおっしゃってないで早く会議に来てください。シャイニング代官は座ってるだけでいいですから。お聞くはきついの。しかしきつい女子は嫌いではないぞ。会議にはおいしいお茶菓子もありますよ。菓子でわしを釣ろうとするとは。お聞く、そちもあるよの。いえいえ、お代官様ほどでは。っていうか、いい加減に起きてください。あ、苦しゅうない、苦しゅうない。おやすみなさい。まか、お代官様、例のボタンはどこですか。絶叫くすぐりボタンのことを言っておるのか。実は枕元にあるが、これはもうくすぐったくってくすぐったくてお布団を蹴飛ばしてしまう。だから絶対触っちゃいかん。わかりました。オチは先週と一緒ですね。えいっ。もう一回。えいっ。起きろ起きろ。お布団を蹴ってしまった。これぞまさに布団が吹っ飛んだ。お布団蹴りに行こう。あ、飛びきた。はい、また寝よう。おやすみなさい。あ、でもね、あのこっちゃなんですけれども、こう寒いとね、お布団から人は出てくることができません。そういう生き物です。じゃあどうすればよろしいのでしょうか。休もうか、みんなで。明日とか。結論がね、明日とか特にね、寒いでしょうね。雪がね、積もってるかもしれません。お気をつけください。明日も朝から。